皆さんこんにちは、そうです。今回は前回お届けしたスタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターの後編をお送りします。最後までご視聴ください。まだ半分の地点なのとか、先に行かん、うん、いいよ、先に行って先行こうか、うん、先カフェに行って少し腹ごしらえをします。ちょっと座りたいやろ、ちょっとやっぱ疲れてみたやろ、うん、疲れた。ここにメニューあるよ。うん、いいいい、並ぶのが先。フィッシュ&チップスみたいなのもここあるんじゃないかな。ヒゲちゃん食えるのは、あ、ベジプレートがある。あ、ベジプレートにしようかな。これビーフシチューやろ、うん、これもちょっと大きいもんな。チキン大きいな。スリザリンプレート、これフィッシュパイって書いてるよ、このレイビンプレート。あ、俺フィッシュパイにする。でも俺別にローストビーフが食べたいわけじゃないけど。何が食べたいの？あ、でもミートボールパスタとかもあるよ。で、バターミルクフライドチキンとか。デザートも食いたいから、食べ過ぎにちょっと俺注意せなあかんな。でもホリデースペシャルのこの忍びの地図ビーフシチューなんとかパイは、ちょっと惹かれるな。いいよ。このバックロックカフェですが、店内はご覧の通り広く、かなりのお客さんが収容できそうです。混雑していても座席に困ることはなさそうですね。またテラス席なんかもあります。日中はテラスで食事するのもいいですね。はい、そうこうしているうちに食事が届きました。いただきます。いただきます。待って、紹介する。それがビーフシチューポットパイ。ビーフシチューポットパイです。フィッシュパイがレイブンクロープレート。デザートに頼んだのがストロベリーミルフィーユをいただきたいと思います。それはパンプキンスープ、パンプキンスープ、ジンジャーエール、ソルト&ペッパーってあります？はい、あ、お借りしちゃっていいんですか？はい、はい、ありがとうございます。どれにかけたかったの？あ、このあのビーズ、ピース、グリーンピース。うん、あ、これかかってるのかな、なんかかかってるのかな。ドレッシングがかかってる。でもこのオリーブオイルもあるからさ、うん、まあパンにオリーブオイルとかやるけど、野菜もこのオリーブオイルかけたりしたら食べるから、うん、この食べ方が正しいのかは分かんないんだけど、それは大きいな。でもガッツリそうやって食べるんやと思うよ。お肉やっぱ好きだよね。肉入ってます。美味しい？熱々。お肉めっちゃ柔らかい。ちゃんとホロホロって口の中で崩れていく。あ、そう。めっちゃよく煮込まれてる。俺のはフィッシュパイやな。魚はどういう状態で入ってるの？分からん。サーモンかな？まだ見えてない。魚はサーモンか。あ、なんかサーモンとサーモンのクリームシチューやね。あ、ゆで卵とかも入ってる。サーモンが入ってました。しょうくん、これをそっちにつけっぱなし。うん、これマイク忘れてたら怖いな。声が全然入ってないかもしれない一部。なかなかこういうのってさ、家で作れないもんね。ケンタッキーフライドチキンがこれ初めてやりだすよね、日本ではね。うん、コマーシャルで見た時びっくりしたもん。うん、パイでシチューをスープを包んでる、あれ包んじゃうんだみたいなね。オニオンスープみたいなやつじゃなかったっけ。うん、うん、お値段はもちろん
可愛くないというか、まあ結構張るもんやったけど、うん、でもこのシチュエーションで食べれるし、それそんな大きいし、うん、それ3000円ぐらいやったよね、うん、そんな大きいんだもん、しっかりお肉入ってる、ありゃ、あと贅沢を言えばデザートはこれを食べてから頼みに行ったりしてもよかったってことやんな、一緒に出てきたからさ、うん、いやそうやけど、うん、でもあんだけまた並ばんと悪いと思ったら頼むの、ね、まあ最初から頼んでた方がいいのか、うん、デザートをいただきましょう、はい、いちごのミルフィーユやったっけ、いちごのミルフィーユで、多分この緑のがピスタチオクリームみたいなやつやんな、これかな、うん、それピスタチオかな、抹茶かピスタチオやな、こっちを食べてみよう、日本やから抹茶かもよ、ああ、でもピスタチオや、ここにピスタチオが乗ってるもん、うん、クリスマス限定、食べるこのパイ、いただきます、これどう食べるのが正解やろ、外す、いや、こう切っていくのが正解と思う、こう切って、うん、壊れながら切っていくのが正解と、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に、うん、もう微笑って、微笑となるのこれ、微笑ってなるもんや、しょうがないよ、上品な人はこう横にして切るとか言うやん、こうやって、うん、こうやって切るって、これミルフィーユの食べ方っていうか、ミルフィーユとか食べた時ないわ多分、まあ、ここで綺麗ぶってもしょうがないわ、うん、あ、でもうまく切れた、あ、でも綺麗に切れてる、うん、じゃあ召し上がれ、食べれる範囲で食べてください、あ、でも綺麗に切れたかも、うん、よかったね、うん、いい感じで切れました、てかやっぱこういうの1枚ずつ食べるんじゃないの、一緒に食べられへん、なかなか一緒には食べれないな、こういうこと？あんま綺麗じゃないね。じゃあこれ食べていいの俺が。うん。まあ皆さん分かってると思うけどな。俺が食うよねきっとね。資源がこの半分を食べるとは誰も思ってないと思う。この動画を見てくれてる人たちは。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。じゃあ行きましょうか。うん、嬉しいな、そうやな、ソファーに充電器があるって、あるわ、うん、みんな充電してるもん、ありがとうございました、親切やね、でもね、洗えるところがあるのは、これがハリーの家やな、ハリーというか、いとこの家やな、トビーやったっけ、この子ドビー、ロビー、ロビー目がハリーポッターさんをなんとかなんとかするでありますみたいに言ってたね、ハリーポッターの部屋かわいそうじゃん、こんなところにさ、子供からね、高校生ぐらいまで おらしたのも、ね、虐待じゃんね、今となっては、ね、今となってはね、ダメだよ、でこんな小さなところにいたの、まあ、そういう設定になって、設定としてはね、これ勉強ができないじゃん、これ最初うん、学校入学の許可の手紙が来た時、そう、袋がいっぱい持ってくるやつやろ、うん、なんでおばさんが膨らんだやつや、うん、膨らんだおばさんになっちゃったやつや、すごい、このカウンター側から見ていただくと、このハリーの視点からこのマージおばさんに切っていただきます、ああハリーこの視点からこう、そうやな、こんな感じで見てたよね、うわこんなん食べてたんやろか、こんなん気持ち悪い俺肉食べないからこんなん見てちょっとおえって思っちゃう、これ賢者の石で出てきたチェスじゃない？うん。これなんやろ？
何がある？タバコ吸うとこや。俺タバコ吸う。オッケー。それ取ってて。うん。あれダブルデッカーじゃなくてトリプルデッカーなんやね。うん。ハグリッドの家に何の思い出もない。そんなこと言うたなんて。まあ、ツアーの続き行こう。はい。あー、これステーションや。あー。あー、みんな、あ、みんなここ写真撮るために待ってる。あー、みんなこれを撮るのに待ってんだ。あ、これ中入れる。中入る方がいいな、うん、あっちの方がいいよ。かわいい。あ、ハリーとロンが最初に出会ったところや、うん、なるほどって感じ。なるほど。あ、ファンタスティックビーストの電車の中やな、あれ。あ、こっちは。ああ、すごいな、ここ。中やで。ここさ、こう並んだら出勤体験できる。あ、出勤体験しよう。なんかもし家を建てるんやったらさ、こんな出窓みたいなの作ってもいいよね。すごい、この人って本当の人じゃないの？あ、違うんや。うわ、これどこ？ダイアゴン横丁じゃないの？なんか、なんとか横丁？うん。あ、ダイアゴン横丁って感じ。よう覚えてるな。なんとかもちゃんと詳細にわたってポスターまでちゃんと準備してね、うん。うわ、これ何屋さんなんだろう。あの、お兄ちゃんのお店じゃないの？ロンのお兄さんやろ、この二人って。あー、ロンのお兄さんのお店か。双子のお兄さんのね。あ、全然分からんけど、そうかどうかは分からんけど。杖を買うんやん。あ、こうショップやん。ショップ？うん。ここでみんな杖を買うんだよ。え、ここで杖とかロープとか買うショップじゃないの？ここショップに繋がってんじゃん、そこ。エグジットって書いてるから。もう出ちゃうよ。これエントランスのところのショップ？そうですね。そこの。あ、じゃあもうすぐそこに行ったらエントランスなんだ。そうですね。お外出る。あ。もうここ出たら戻られへんやろ。ここ出たら戻られへんやろ。あ、しげちゃんが何番がいいとかって言ってたの。いろんな杖があるんじゃない？いただくんです。やっぱりツアー前に買っておけばよかったってこういただくんで、私たちも頑張ってツアー前のおすすめするんですよ。まだまだ。
こっちも20時だよね、じゃあね。このシュークリームのやつ、はい、それを一つください。マフィンってどれかわからん、なんかいっぱいある。クリスマスのなんかクリスマスツリーみたいなやつ、うん、かなと思ったんやけど、黒いカモノハシのニフラ、ニフラのケーキもいいかなと思いつつ、何買ったん、シュークリームのホットコーヒーも買った。ホットコーヒーも2つ買った。あ、わかった。じゃあここではコーヒー買わんでいいな、うん、あ、ナンバー9999。あ、すごい、ナンバー9999ってすごいな。俺たちの次の人もすごくない？1000番やろ、ナンバー。そうやな。ファンタスティックビーストのニフラ、ニフラ光り物が大好きなニフラ君をモチーフにしたケーキです。いただきます。あ、下は何？クッキー生地。クッキー生地。これあんず食べる。うん、チョコレートムース。あ、クッキー生地のところは全然甘くない。甘くないクッキー生地になってる、うん、今切ったここ、クッキーと一緒に。うん、失礼します。ありがとうございます。はい、スティブサプライズになります。はい、ありがとうございます。スラグホーンフェスティブサプライ、クリスマス期間の限定で多分1月の8日までかな。1月の8日までなの。しょうくんケーキ3個目完食ですね。頑張ってる今。まあシゲも助けてくれたからな。うん、俺もシュークリーム頑張って3個ぐらい食べた。今日ケーキ食べた方がいいと思うので。じゃあさ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ね、昼間全然あのドラゴン見えなかったけど、うん、夜すごく、夜に見た方がすごく映えるというか綺麗だね。うん、では帰りましょう。はい、バイバイ。